日本でテロを起こせって言って、そのために日本に来る人、テロを起こす人がいないっていう風に信じられる確率は僕低いと思うんですよ。起きた時にどうやって対応するかだけは決めといた方がいいんじゃないの？共謀罪に僕は反対だったんですけど、反対だった理由として、共謀罪がテロ等準備なんちゃら罪ってやつなんだけど、それができることで、テロに対する準備ができてると日本人が誤解することがまずいと思っています。あのせいで、テロに対しての対策できちゃったと思ってる人が多いんですよ。で、有効性がない、共謀罪ができたおかげで、テロに対しての対処はできちゃってると日本人が誤解をしていて、じゃあ、例えばイスラム教というか ISIS の人が一人で日本に来て、レンタカー借りて、じゃあ渋谷の109の前で、突っ込みましたって言ったら何人か死にますわな。で、死んだ後に、で、じゃあその人が拳銃持ってました。で、ガンガン撃ってますと。でも、拳銃持って撃ってる人を、その場の現場判断で警察官は射殺することができないんですよ、今の日本って。なので、共謀罪でテロは防げないんですよ。防げないんだから、防ぐ法律必要だよねっていう話は僕は賛成です。ただ、防げない法律を作って、防げると思い込んじゃうのは良くないと思うので反対なんです。で、準備等で、本気でやろうとされたら防ぐの無理。うん、そうなんですよ。まあ結局フランスの場合も起きたテロってなんでその民間人の被害者がいないかっていうと現場で射殺するんですよ。まずそのテロを起こす人って大体人が多いとこなんですけど、人が多いとこって必ず警察官がいて銃持ってたりするんですよ。で、警察官がまず襲われるんですよ。ノートルダムの事件もハンマー持ったおかしな人が警察官に殴りかかったんですよ。で、シャンゼリゼ通りの事件も警察官に対して銃を撃ったんですよ。警察の車両に対して武器を持った人が突っ込んでいったんですよ。なのでテロを起こす側っていうのはまず武器を持ってる人を狙うんですよ。で、そこで要は武器の扱いになれた警察官と打ち合いになったりして犯人が射殺されたり行動不能な状態にされて一般人の被害者がいないという状態になってるんですよ。っていうので要は現場でどうやって対応するかっていうのがテロをで被害者を出さない上ではすごく重要なんです。でも、そういう法律は作られません。なぜなら、テロ等準備罪、なんちゃらかんちゃらの共謀罪が成立したから、テロ対策はできてると、日本人は思っちゃったからです。なので、僕は反対でした。過去形。日本の警官、銃剣があったら逃げそう。逃げないっすよ。多分、逃げないけど、撃てもしないで、やめろって言い続けて、撃たれて死んじゃうと思います。なので、警察官の命を軽んじてると思うんだよね。だって、人が死ぬからね。別にほら、なんか、警察官が好き放題民間人撃っていいみたいな法律じゃないじゃん。目の前で誰かが殺されそうな時は現場の判断で犯人を射殺してよいっていう法律と、フランスって今そういう犯罪を起きそうな時は撃ってよいっていう状態なんですよ。なので、例えば ISIS が日本でテロを起こしましょうって言ったら日本は非常事態宣言です。で、テロを起こしそうな人。が、何か目の前で人命の危機があったときは、警察官が現場判断で射殺してよいですっていう法律があれば、よいなっていう話なんですよ。ただ、その、非常事態宣言をまずしなければ、警察官は現場で銃は撃っちゃいけませんと。で、現場で銃を撃っていいのは、非常事態宣言が出てる期間だけですとか、ちゃんと制限をすればいいだけだと思うんですよ。オウムの教官から気がしきれてない。で、まあ、さらに共謀罪で通信傍受ができないので、具体的に準備を、どうやって知るのかっていうのが、まあ無理なんですよ。だから例えばじゃあ僕がテロリストで、修士郎探検隊っていう人とテロの、準備をしてたとしますと。でもそれって二人で会話してる限り、知りようがないじゃないですか。で、フランスの場合って非常事態宣言なので通信傍受正体なんですよ。なので、前もって防げたテロもあるんですよ。でも修士郎探検隊で僕がテロの準備で会話してても、その、たまたま大きな声で話して第三者が来ましたっていうのでもない限りは、漏れようがないんですよ。だから通信傍受は、必要なんですよ。テロの対策をする上では。でも、テロの対策なんですけど、通信傍受ができないんですよ、共謀罪。だから、具体的に何が防げるのかっていうのが、まずわからないし、実際にテロが発生した時も、被害を防ぐことができないのが、現段階の共謀罪です。
で、それが良くないよねっていうふうに僕は思ってるので、共謀罪を反対することで、ちゃんと実質的な法律を作るべきだと思っていました。でも、実質的には何の意味もない共謀罪ができちゃったじゃないですか。で、テロに対する対策の方はできないわけですよ。ないよりマシなんじゃない。ない方が作らなきゃいけないから、ちゃんと実質的な法律を作る可能性があるんですよ。要は、役に立たないものを作っちゃったけど、役に立たないということを知らない人が多いから、新しく本当に役に立つ法律を作る必要があるということをみんなが思わなくなってしまったんですよ。これが問題なんです。だから、ないよりマシなんじゃないです。あるせいで悪化してるんです。これが僕の論点。っていうことで理解できますでしょうか。そう、あることによって安心しちゃうんですよ。でも、安心できる状態じゃないんですよ。むしろ、実質的に役に立つ法律を作らなきゃいけないんですよ。でも、作らなくても大丈夫だって誤解しちゃうのが良くないんです。要は、共謀罪の時点で、きちんとした議論もされてないし、きちんとした理解を、要はその、僕がさっき言った、その、現場で射殺できないとテロは止められないよっていう話っていうのは、多分、日本でその話してる人ってそんなに多くないと思うんですよ。結局、テロって何ってみんなふわっとした話をしてて、で、どうやって防げるかの話をしてるんですけど、実際防げないことが多くて、現場で起きた時にどう止めるかっていうのが今のヨーロッパの考え方なんですよ。で、テロが起きてる国の人たちがどうやって対処してるかっていうのを、日本の社会の人は知って、それに対して同じような対策を作るべきなんですけど、国民も理解してないし、メディアも理解してないし、なので国会議員の人たちは多分理解してると思うんですけど、そこまで国民が理解してないから作る必要ないよねっていうところに落ち着いちゃったんじゃないかなと。日本人の平和ボケを何とかしないと無理でしょ。そうなんですよね。基本的に海外は即射殺。国会議員も理解しないのかな。だからその、日本人の中で、テロリストが出てきて、日本人の中でじゃあ ISIS に感化されてテロをする人が出てくる確率はすごく低いと思います。それは僕も同意です。ただ、日本でテロを起こせって言って、そのために日本に来る人、テロを起こす人がいないっていうふうに信じられる確率は僕低いと思うんですよ。いや、もちろんいないんだったらいないですよ。全然いない。よかったって話でしょ。2年前ぐらいに、じゃあフィリピンが ISIS を内戦すると信じてた人がどれぐらいいるかですよ。だってあれって中東で起きた出来事だから無関係な話だと思ってるでしょ？でも、東南アジアのフィリピンですでに IS 対フィリピンが内戦を起こしてるんですよ。じゃあそれが日本で起きないって保証はどこにあるの？っていうと僕ないと思うんですよ。もちろん起きなかったら起きないよねでいいんだけど、起きた時にどうやって対応するかだけは決めといた方がいいんじゃないの？っていうふうに思って、なので、イスラム教徒がメインの国で中東では起こったんですけど、フィリピンは別にイスラム教徒が多い国でもないのに起こったんですよ。日本で起きないっていうふうに言える根拠は何なの？例えば日本はイスラム教徒なんてほとんどいないから起きないじゃないかっていうので、フィリピンはイスラム教徒はほとんどいなかったのに起きちゃったんですよ。まあ、フィリピンって世界の中ではそんなに重要視されてないわけじゃないですか。だから実際フィリピンでそれを起こすことっていうのは、社会に対しての影響力はそんなにないんですけど、日本で起こさないっていうのを信じられる根拠は何なのって思うんですよ。日本の治安というか、そんな現場でだから射殺できる非常事態宣言を作んなきゃいけないんじゃないのって僕は思ったんですけどね。そうだ、車って危険なんだよね。まあ、レンタカー借りるっていうのも危険なんだけど、車って簡単に盗めるじゃないですか。だから、止めるの無理だと思うんだよね。例えば、まあ夏だから、窓開いてる車とかで運転してる人いるじゃないですか。で、その、信号待ちしてるところでバッてドア開けて、内側にこう窓のところから手突っ込んでガッて開けて、中のおっさん引きずり出して、で、車乗ってブーンって行くっていうのって、ある程度腕力がある人だったら誰でもできちゃうんですよ。で、それで渋谷のあの交差点にすげえ速度で突っ込んでったら、やっぱ2、30人は巻き込めると思うんですよ。GTA だね。だから、そんなに難易度高い話じゃないんですよ、テロって。やる気になるかどうかで、ね。みんな GTA 大好きだな。だから、なんだろう。まあ、平和ボケっていう言い方もなんなんだけど、自動ブレーキでなんとかならないのかな。まあ、自動ブレーキの車が普及してればいいんだけどね。そう、世界って性善説で成り立ってるんですよ。